こんにちは、古翔です。世界の名作文学を5分で語る、時には10分以上かかりますということで始めていきます。はい、今回はですね、ゲーテのファウストですね。あのファウストを10月14日オンライン読書会ということでね、ライブ配信でやる予定にしています。まあ珍しくですね、これは7月6月いや5月ぐらいにはね決まっていたというね、長期戦だったんですけど、今日はですねファウストの第1部の始まる前の前座部分についてね話してみたいと思います。まあ、ファウストはあれこれいろいろ考えると2部については出だしの優美な地方の部分とかですね、なんか細かくいろんなことを話しました。で、今回のオンライン読書会については2部について話すということにしています。まあ、前も申し上げたんですけども、1部2部両方をいっぺんにやるとね、ほとんどの意見は1部についての意見になるだろうと思うわけですね。2部はそれだけ何ていうか読み解きにくい、味わいにくい、日本の現代の日本文化、日本人、ヨーロッパのことあまり知らない僕ら日本人、まして翻訳で読むとなると、ファウスト第2部はね、何がどうなってるのかっていうね、そんな感じになっていくわけですね。まあ細かく言うと、イタリアのカーニバル、それから古代ギリシャのエウリピデスのギリシャ悲劇、ホメロスのモチーフみたいな、このギリシャ、古代ギリシャとかね、イタリアの教養というものがなくて読むと意味不明みたいなね感じなんだろうなっていうのがね、まあ僕もなかなか難しかったんですけど、手塚富雄さんの役で7月に久しぶりに通読再読をして、でこの久米川麻里夫さんっていう人の役で、今 あと100ページでね全てを通読完了という、そういう状況になってね、オンライン読書会できるかなっていう感じになっています。で、まあそういうことで2部を、しかし全部読んでも2部について話すんでね、1部について話さないわけです。で、1部についてはまた1本の動画にしたいと思うんですけど、まあ今日なんかダラダラと前置きばっかり言って恐縮ですけど、今日はそのファウスト全体が始まる前にね、3つの序文みたいなのがあるんですね。3つの序文で、それはゲーテはこの若い、もう20代からずっと書き続けていて、で、まあ60年ぐらいかけて完成してるんで、まあ人によったらね、ファウストっていうのは60年もかけて作った大作っていうんですけど、まあ実際にはそんなことなくって、書き始めは20代だけど、やっぱりこんなの書かないって言って10年過ぎて、ちょっと書いては、よし、もうこれででも永遠に書かないって封印までしてね、こう置いてて、で20年ぐらいして、あ、やっぱり書こうって、まあそんな感じで60年かかってるっていうことです。なので、この最初にね、捧げる言葉、剣士というのがあってですね、若い頃から書き始めてるんで、昔一番最初にファウストを知ってくれてた人たちは、もう年を取って死んだ人もたくさんいるっていうね、そういう考えの言葉が載るんですね。で、これはですね、手塚富雄さんの翻訳だと、オンミラは再び近づく、おぼろに揺らぐ姿よ。その髪、私の定かならぬ目に、つとに現れた姿よ。この度こそはオンミラをしかと捉える試みをしよう。私の心はなおかの幻想を懐かしく感じるのか。オンミラは迫り寄る。では、よし、思うままに振る舞え。という感じでね、進んでいきます。これは池内聡さんのオール三文形式的に翻訳したっていうファウストがありますけど、あれがね、僕的にはこの捧げる言葉に関しては池内聡さんのね、文章が好きだったなっていう感じですけど、でこれが読むファウストを標榜する、読むファウストを標榜する久米川麻里夫さんの翻訳だとね、今のところどうなるのか。帰り来たるや幻よ、かの日おぼろに見し群れよ、今日も我らを追うべきか、あの狂おしさ泣くべきか、迫り来たるか好きにせよ、霧ともやから現れよ、我が胸若く震わすは、我らを包む魔の息吹。まあそういうことでですね、
全然違いますよね。まあそんなもんですね。まあ日本語で翻訳でこれだけ違うからね。まあドイツ語の原文で読むのと翻訳で読むのはもうなんていうか、いや全く違うわって世界でしょうけどね。で、まあさっき僕が言った昔最初の頃、若い頃にファウストを見せた人たちはもういないみたいなことは、私が最初の歌を聴かせた人々は次の歌をもはや聴かない、親しかった集いは四散した、最初に聞いた反響も、ああ、消えてしまったって言うんですけど、これはこっちはね、初めの歌を知る耳は新たな調べ聞くはなく、友の結びもほどけゆき、こだまは与えてもだすのみ、我が歌聞くは知らぬ顔、喝采さえも寒々し、喜び聞きし友柄は命ありとも散りてあり。でね、まあ、こう工夫に満ちた韻文五七調を翻訳でね、まあ哲学富美男さんの翻訳がもう僕は中学の頃からね、それこそファウストを読み始めて、まあ、60年は経ってないけど50年近くになろうかとね、もう少しでゲーテに追いつくみたいな感じですけど、まあだから手塚富美男翻訳が頭に入りすぎててね、久米川さんの本でも久米川さんの翻訳で読んで初めて分かったことがたくさんありますね。あ、ここってこういうことだったのかみたいな、なんかね、いやファウスト読むならこれでしょうみたいなね。ただね、5400円もするこれは自分がオンライン読書会をするから買ったんで、じゃなかったら買わないよな、この手塚富美男さんので頑張ったに違いないなみたいなね感じでした。さあ、そしてその後にですね、劇場での前狂言というのがあるんですね。これはまあ、こう順番にファウストというものを読んでいくと、この捧げる言葉の次に来るんですけど、いきなりこれを読んでも多分何にもピンとこない。この劇場での前狂言、劇場での前戯ってなってますね、手塚富美男さん役では、これは全部読んでから、あるいは途中まである程度読んで、最低でも一部を読んだ後に読むべきものじゃないかなっていうふうにね思いますね。そうするとなるほど、舞台裏はこうなってるのかっていう感覚、印象が増しますね。最初に読むとね、何言ってんのこれみたいな感じでしたね。まあ、ちなみにこれはね、インドのカーリダーサというですね、いつぐらいの詩でしたかね、5世紀とか10世紀とか、まあなんかとにかく大昔ですね。カーリダーサのシャクンタラーというね、シャクンタラー姫というお姫様の名前で、シャクンタラーという芝居があるんですね。世紀の名作、インド文学。で、そのシャクンタラーでカーリダーサがこの劇場での前戯、劇場での前狂言というのを書いてる。で、ゲーテはそれを真似する。ゲーテってね、結構いろんな人のいろんなモチーフをこう自分にも取り入れて自分なりにアレンジして出すという、そういうの多いんですよね。で、この劇場での前狂言を読むとですね、僕はこの7人のシェイクスピア、ね、今この漫画にハマってるんですけどね、7人のシェイクスピアは7人の共同で作った、まあ、この赤いマントの人がウィリアム・シェイクスピアなんですけど、この人に他の6人がね、いろんな専門知識や美しい詩を書く能力やいろんなものをごっちゃにしてできたのが今のシェイクスピア。このウィリアム・シェイクスピア一人で書いたらあんな素晴らしいものにはならなかったっていうね、そういう漫画なんですよ。で、この漫画をね、僕は思い出すんですね。この劇場での前狂言を読んでると、7人のシェイクスピアでこの7人がいろいろこう談議してる風景が目に浮かぶようになったってね、これはいいことだろうかって感じですけど、で、これがね、手塚富美男役で読むとね、こう、まあ、劇場の座主と劇場付き詩人と道化役、道化っていうのはなんかそのヨーロッパ文化において必ずこう、まあ、ディア王にもね、道化が出るんですけど、まあ、ファウストにも道化が出るんですけど、あえてバカなふりをしてバカなことを言いつつ、多くの人がやってることを批判する役割みたいな、そんなことらしいんですね、道化って。ただのバカではなくてね、そう考えるとですね、そう、座主、詩人、道化の3人で喋るんですね。で、手塚役、座主、
ご両者はこれまで幾度となく難重にあったとき、私を助けてくれた。今度の企てがあってのはファウスト上演ってことですよ。ドイツ国でどれほど成功するか見込みを言ってもらいたい。私は大勢の人に喜ばれたいと切望していることに、見物は自分も楽しみ、人も楽しまそうというのだから、もう柱も立ち、舞台もできて、みんなお祭りを待ち受けている。みたいな翻訳です。で、こっちのね、久米川マリオさん役だとね、こんな風に始まるんです。君たちはさ、これまでもたびたび困った時や苦しい時に僕を助けてくれたわけだ。で、どうかね、今度の高校、興行、ドイツ各地で当たると思うかね。とにかくお客を喜ばせたいんだよ。なんといっても客が喜んでこそ我々も儲かるってわけでね。小屋も舞台も出来上がった。もう祭りを待つばかりだ。でね、全然違いますよね、雰囲気がね。この久米川マリオ役で読んでると、この7人のシェイクスピアの世界になっていくわけです。で、実際の雰囲気はね、多分この久米川役の雰囲気がいいんじゃないかなっていうふうにね、この辺は思いましたね。で、これね、読んでるととてもいい言葉が書いていて、さすがゲーテみたいな感じなんですけど、やっぱり大入りの景色が見たいからね、人の流れが小屋に押しかけ、至るところに吹き溜まりながら狭き恵みの門に殺到する。晴れた日のまだ4時前から入場券売り場までようようたどり着き、まるで飢饉の時のパン屋の店頭のようにチケット1枚1枚のためにみたいなことを書いていくわけですよ。で、こんな風にね、商売っ気たっぷりの座長が言ったら、この劇場付き詩人がね、あのけたたましい連中のことはもう言わないでおくれ、彼らを見ると僕ら詩人は魂が抜けてしまうんだ。詩人の純粋な喜びだけが花開く境地に連れて行ってほしい。みたいなことをね、言っていって、僕たちの詩はしばしば幾年月をくぐり抜けて初めてその全貌を表す。だけど、後の世にまで損なわれず残れるものこそ本物なんだよ。っていうふうにね、こんなふうに言っていくんですよ。これが手塚富雄役だとね、ものすごい重要な会議してるような感じになってくんで、まあ、劇場のね、劇場、芝居始まる前に劇場で喋るんだから、きっとこんな雰囲気に違いないのでね、これについては久米川マリオ役が完全に勝利してるんじゃないかなってね、思いましたね。で、とにかく座長がこう言うんです。とにかくどんどん事件が起こるのをやってくれ。芝居は見るものなんだから、見て楽しいのがいいんだよ。目の前で次から次へ事件が起こり、客が口をあんぐり開けているようなら、大当たりは間違いなし。パズルじゃ当たるんじってね、そんなことまで言っている。この中で言われているようなこととそっくりですね。そういう小手先の仕事がどれほど忌むべきものか、それがいかに真の芸術家にふさわしくないものか、わからないんだな。結構な先生方のやっつけ仕事が、もうあんたたちのお手本になってしまってるらしい。で、詩人と劇場をのね、座長が言って、で、座長が誰に向かって作品を書いてるのかよく考えるんだ。退屈しのぎにやってくる者もいれば、ご馳走の後の花ごなしに来るやつもいる。まあ、だからそういうやつらのために書けよと、真剣なこと言うな、みたいなね。そういう連中を相手にするのに、何が悲しゅうて、麗しのミューズたちのことなんか気にするのかねってね、言ってね。そして、そんなことを言ってるとね、この道化が、その素晴らしいお力とやらを使えばいいのさ。それで詩人の商売をやるんだよ。みたいなことをね、間に入って喋りながら、人生の中にずっぽり手を突っ込むんだ。誰もが人生を生きているが、人生を知る者は少ない。とか、こう、同期が言うんですね。かっこいいですね。そして、詩人が、僕は無一文だったけど、真理への衝動と空想の楽しみだけで十分だった。昔の修行時代は。って言ってね、さら同系役者が、君若さなんてものはだね、戦場で敵に取り囲まれた時とか、可愛い子ちゃんが君の顎に必死とぶら下がって、顎じゃないな、うなじに必死とぶら下がってきた時とかだけが役に立つんで、あとは若さなんて役に立たないって言ってるんですね。戦争と恋愛の時だけで、知り抜いた弦楽曲を大胆かつ優美な手さばきで奏でて、決めた目的地に向かって優雅に迷いつつもたどり着かせるような仕業は君たちおじさんの役割なんだよっていう言ってね。で、まあそんな風に詩人が、いや、ちゃんとした芸術品書きたいんだけどって言ったら、座長が、受けることしか書くんじゃないよって言ってね、道家が、まあどっちかというと座長
の見方をしながらね、いろいろ詩人に言うということでね、そんな風に、つまりファウストを書くにあたって詩人にね、道家と座長が受けるようなことを言えよという風に詩人に言ってる、つまりゲーテに言ってるわけですよ。ゲーテは、いや、ファウストは、いや、そうは言っても、ファウストは一般受けしないぞという宣言をしてるんだと思うんですよ。いや、そんなこと言っても俺はダメだ。俺はそんな一般受けするようなことをファウストという芝居で書くつもりはないって言ってね、結局本当にね、全く一般受けしないファウストを書いたってね。まあ一部はそうじゃないですけどね。その後にね、天上の序曲があります。天上の序曲は、まあ、これはちょっと深いんでね、別の機会にまたやろうと思います。大天使、ラファエル、ガブリエル、ミカエル、見柱の大天使たちってなんかね、日本の古事記みたいな表現で、まあ日本語の翻訳ですから、そこの大天使、ガブリエル、ミカエル、誰でしたっけ？ラファエルね。ラファエル、ガブリエル、ミカエル。でそこにメフェストフェルスがやってきてね、言うんですよ。で、メフェストフェルスの喋り方もね、星々とか書店なんて知らないよ。私はただ人間が苦しむのを見ているだけさ。この人間っていう世俗の小さな神様は、昔から全然性質が変わらなくって、廃所のごとく、ご立派なんだね。っていう喋り方でね、翻訳してる。それとか、ファウストについては、あいつ自分がバカだってことは半分わかってる。空の一番綺麗な星に手を伸ばすかと思えば、地上の最高の望みも得ようとするんだからね。っていうようなことをね、このメフェストの翻訳面白いですけど、ここはね、なんか何かと、この評論家の方々もですね、論議の対象にする。でもやっぱ面白いのは、この劇場の前期、劇場の前狂言、ゲーテである詩人に向かって、二人の世俗の者がね、いやいや、立派な詩なんて書くな。民衆に受けるものを書けってね、本当にここの世界の雰囲気にそっくりだなというふうに思った次第です。ということで、これらの序曲が終わって、ファウスト第一部が始まるというね、そういう筋立てになっています。はい、ということで今日は以上です。ありがとうございました。